はい、というわけで今回はこのゲームやっていこうと思います。はい、じゃあスタートでいいかな。はい、スタートやっていきましょう。あ、英語かな。え、こぼされた。まあ、スキップでいっか。はい、いきましょう。これで、動くことができる。これでジャンプ。ん、これで切り替えることできるのね。なるほどね。こいつは魔法を打てる。この人は普通に切る。この人は弓矢か。死んじゃってんだよ、思いっきり。思いっきり死んじゃってんですけど、いいんですか。仲間撃ってんじゃん。これはまず、あい、ん？仲間を切ってから、あそこのスイッチを押せってことか。あ、なるほどね。さよなら。ここでスイッチを押すということですね。それで今ここ、開いてなかったんですけど、今開いたってことですね。これ謎解きゲーム的な感じかな。これは、仲間を凍らせると足場ができるみたいな感じかな。いきます。はい。おのー。仲間思いっきり凍らせちゃってるけどいいのかな。はい、まあこれでクリアってことですね。あ、なるほどね。分かってきた、分かってきた。それで、撃つとどうなるの？足場ができるのか、これも。ジャンプ力意外に高いな。はい、来た。あ、なるほどね。それで、まあ、キャラによって個性ですね。これはどうするんだろう。とりあえず、この人はいらなくない？この人はいらないから、どうしようかな。あ、わかった、わかった。ここで、キャラを交換して、ここで撃つんだよ。からのこの辺で凍りつかせて、オッケー、来た。よし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 。あんま良くないけど、全然仲間死んじゃってるけど。これはこの人だよね。じゃあまあ最初は移動させてから切り替えて、移動させてこの人で、ほら、思いっきり仲間倒しちゃっていいのか。はい、もうこれでクリアってことですね。なるほどね。これはなんだ？これ誰だ？うぃ、いけないでしょ。いや、いけた。これもこの人かな？多分。一回ちょっと試してみるか。あ、間違えた、間違えた。あ、無理だな。一回戻ります。じゃあこの人かな。これ待機して、はい、この人でしたね。よいしょと、ほら、はい、これクリアってことですね。弓矢はそのまま飛んでって、氷はなんかブロックみたいにするんだよね。で、剣の人は飛ばすみたいな感じかな。どうしようかな。多分これで多分凍りつかせる系だと思うんだけど、落として、落として、これでいけんじゃない。はい、来ましたね。よしよし。どうすんだ、これは。でもこの人かな、弓矢かな。あ、それじゃダメか。なんだ、あ、死んだ。あ、わかった。まだこれ凍りつかせてからの弓矢で。オッケー、来た。なるほどね。これで凍りつかせてから弓矢で落とせるんだよ、ね。ん、これどういうことだ。あそこにやんなきゃいけないんだよね。どうすんの。あ、わかった。まずこれで、切り替えてから凍らせて、ほら、オッケー。もうここまで来れば、あとはこれで切る。ダメじゃん。ちょっとミスりました。まずはここで凍りつかされに行って、凍らせて、ほら、オッケー。でここで、あとは少しだけ押してから、ほら、オッケー、来た。
凍ったやつを剣、この剣士で切ることもできるんだね。剣士、まあ、兵士、まあ、いいや。これはこれかな。なんで最初はここで撃たれに行って、この人で撃ってスイッチ押して、あれ？針あるじゃん、ダメじゃん。ここまいけない？いけないか、さすがに。あ、わかった。間違えた、間違えた、危ない危ない危ない。これ、わかったわかった。足場にするのか。え、どうすんの？こっからどうすんですか。ほら、ちょっと終わった。それダメだダメだダメだ。ですね、まず、いや難しいぞこれは。どうすんだこれ。とりあえずスイッチを押さないと向こうに入れないんだよね。でここの人は一段ブロックがないと通れないんですよ。はい、この人は一段ブロックがないと通れないんですけど、そのためには、だから、こっちに一人ぐらい送んなきゃいけないんですよ。でも、ここのボタンを押すのに、とりあえず一人が必要なんですよ。で、それが弓矢っていうことも分かってるんですよ。じゃないと弓矢じゃ、いや、弓矢じゃなくてもいけるかな？このまま押すことはできないんだね。じゃ、これで、オラ。オラって言ってから、どうすんの？こっからですよね。ダメだ、難しいな。とりあえず最初はここにいてから、ほらってやるのは多分合ってると思う。でここであとはこの人が、あ、来たじゃん、来た来た来た。さよなら。あ、これ大丈夫か、ここで大丈夫。あ、大丈夫だ。あ、オッケーオッケーオッケー。なるほどね、一回倒してから効率化するみたいなこともできるんですね。え？どうすんのこれ。え？この中穴に入りそうじゃない？無理か。どうすんの？これは、あれだよね。一回凍りつかせてからだよね。はい、ちょ、通れない。ここに一つは必要で、この人もかな。ちょ、通れないって。あー、これ、ね、切り替えながらやっていくんですね。ん？ちょっと待って、弓矢から先か？弓矢凍らせてからの方が先かな？ダメだよね、多分。あ、間違えたかもな。弓矢からの、やったのかな？あ、ダメか。あ、じゃあ、はい。まず、これで、やってからの、オッケー、来たでしょこれ。この魔法はね、押せないんだよね、氷を。魔法は氷を押せないからね。そうね、ちゃんとね、バッとやっていくんだよね。はい、まあこれでクリアしましたね。2つぐらい必要っぽいな。これ頑張れば、これでいけんじゃない？せーの。お、あ、違う違う、そうじゃない、そうじゃない。1マス必要だな。どうしよっかな。まあ、とりあえず、ここで多分1人ぐらいは刺さなきゃいけないよね。この人は多分使わないと思う。いや、使うかな、わかんないな。使うかもしれない。
ああ、ちょっと通れない通れない通れない。で刺してからの、からのどうすんの？届かないんだよね。まあ1マスあれば届けそうだな。でも一回ここに降りてきて、あ、無理だ。あ、わかった。変えてから OK。 これ来たでしょ。これは多分来ましたね。はい、 OK。 なるほどね。これもとりあえずは、いや、どうしようかな。とりあえずどうしようかな。これで、いや、氷は多分使うんでね。氷は多分使うんで、こう落とさないようにこれ多分絶対やり方合ってないと思うけど。あ、死んでるやん。あ、起きた。じゃあ、そうじゃない。あれ、なんで撃てないの？しかも落ちたし。え？ってこと？ちょ、どういうことだ？ここで少しだけ持って、ここでこう来てから、こうってやって、なんでそこで止まっちゃうの？針があるから。いや、でもそっからこれしかないよね。もうこれしかなくない。こい、こい、来たじゃん。普通にさっきジャンプミスっただけか。はい、まあこういう感じでやっていくっていうゲームですね。はい、というわけで今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。